はい、どうも、秘密結社フィガム総帥ハッチーでございます。今回はですね、まあ一口話で僕がね一口持っているバントシルム、まああのジャングルポケットの代表産駒になるべき馬ですね。まああのメジロドーベルの孫なんですけども、なかなか次走が発表されないというような問題がまあちょっとね取り沙汰されております。まあ発表はされないんだけれども、北海道にねすでに輸送していて、まあちょっとねコロナの前から北海道に輸送したんで、北海道中止になるんじゃないかなって時にはね、じゃあそれは困るよとなったんですが、まずはですね今月に入って6月11日にまあ北海道での調教、ノーザンファームでのね調教でね、こんなコメントが出てます。北海道の競馬での調教ということになると、まあバリエーションが限られるので、つまり販路でじっくり乗りたいから、まあまだ牧場に置いときますよと。まあ、ただ入球はねレースの10日前に入球しなきゃいけない。でまあ大体まあノーザンファームさんの場合、まあ10日競馬なんて言ってね、まあそれギリギリでという事例もあるんですけれども、まあさすがにね大体レースの1ヶ月前ぐらいに入球することが多いのかなという印象を受けています。まあつまりこのコメントから言えるのは、まあ本来だったらまあ信楽とかでね調整して立冬でその後販路を使って調整できるなんていう場合で言えば、もうそろそろ入球してもいい状況ですよ。つまり、まあ、これの翌週入球してさらにその1ヶ月後レースぐらいの感じまでは仕上がってますよというコメントだと読み解くことができます。まあ、つまり、まあ、北海道の芝のオープン特別競争でいうと7月5日に巴賞、まあ、7月18日に函館記念で、2週置いて札幌日経オープンとかになると中2週空いて8月に入ってしまうんですね。さすがにそれはないだろうと。まあそうするとこの馬の先行客室っていう面でも、まあそう言うて1ハロンでもまあ1008と2000だったら距離欲しいなと。まあオープン入ってからはね2600、2600、3600、3400と長距離を使っている馬です。1000メートル台はさすがにないかなって考えた時に函館記念の方がいいんじゃないかなと。函館記念を見据えてんじゃないかななんていうことでね、まあ、この時点でピンとくるわけなんですよね。まあ、そしてそれが確信に変わったのが今週の更新です。まあ、移動時期の相談というコメントが出て、なおかつ、まあ、今日の時点で移動してないんで10日競馬でも巴賞は間に合わないわけですね。まあ、そう考えると、まあ函館記念一択になったなという印象になります。まあ、ローテーション的にもね、去年は札幌日経からの単調ステークスで、2戦目の単調ステークスの方はせっかくねハンデも55キロハンデ戦だったんですが、まあ硬さを見せてダメだということになったわけです。まあレース感覚としてはできればもう少し間を空けたい。単調ステークス 2600m 戦で、まあハンデ戦もね、ここ1年去年の5月の緑風ステークスか勝ち上がって、まあオープン入りして以降、まあ構想がないわけですから、まあ55キロというね、前回単調ステークスで切られたオープンのハンデ戦の金量からそろそろ1キロ減らされる時期、函館記念もしくは、まあ、少なくとも単調ステークスまでにはハンデが54キロで出走できることになると思います。まあ、そうなってくるとハンデ戦ってなかなか都合がいいわけですね。まあ、なので、まあ、やっぱり次走は函館記念、これはまず決まりだろうと。でワンチャン2戦で通用するスピードを最後に見せることができた場合には札幌記念という可能性もなきにしもあらずなんですが、これだとレース感覚が去年の札幌日経から単調ステークスとあんま変わんない。まあ、このレース感覚調整っていう意味でもね、硬さを見せるところがある馬なんで、これは良くないんですね。まあ、そして去年より中2週多く開けれるっていう意味では、函館記念をあえてひとたたきして単調ステークス、ハンデ戦と向かっていくなんていうこともね、まあ芝2600向き、長距離向きっていう意味ではあると思います。まあ、そしてワンチャンその中で函館記念大奔走ぶっこいたとして、そこから単調ステークスに向かえば前走惨敗、去年も大負けしたレースみたいなことで単調ステークスで、ね、相当人気を落とすと思うんですよね。そしてレースの調整的にはレース間隔を空けたことによって単調ステークス実はベストに仕上がっている、穴場券ゲットということで、これまでの負けを全部返してもらう最大のチャンスが来るわけですね。まあ、ここまで負けて、まあ、信じて現地に行っていろいろと使ってきましたよ。バントシルム
まあ函館記念、まあ、もしくは単調ステークス北海道でこれをね全部回収してくれるオープン馬としてね、オープン馬持っててよかったと思えるような活躍を見せてくれると信じられる調整状況になりましたね。というわけでね、あのバントシルムの出資者の方で一緒に夢を見ようって方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ハッチでした。